それではお時間になりましたので、ただいまリセッションを開始いたします。プラグインの開発とアドオン販売まで、で、川森さんからです。よろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、川森と申します。今回は初めてなんですけど、プラグインの開発とアドオン販売までということで発表させていただきます。まず自己紹介なんですけど、私千葉県の松戸市から来ました。松戸市っていうのは古くから能登街道の宿場町で、ちょっと田舎臭い名前なんですけど、すぐ東京の方、東京のすぐ隣で江戸川を挟んで寅さんで有名な柴又の大社というのがあります。なんでワードキャンプ関西に来たのかっていうのは、ワードキャンプ東京が9月の第3週でして、実際仕事の都合で出席できないので、あとワードキャンプ関西の2016に誘われて以来の縁だと思ったのでこちらに来ました。私社交ダンス教師です。20年前からケツカダンスアカデミーマストというところで働いています。プラグインの開発者としては5年前2013年3月からで、アドオン販売としては去年の8月から始めました。社交ダンスの先生って何、なんでそんな人がプラグイン作ってるんですかみたいな話も、とりあえず10年前までは一応プロの競技会に出場してました。教室で、生徒さんを個人レッスンしたりグループレッスンをしたりして収入を得ています。まあ休むのは大体月2日ぐらいで、あとはずっと出てます。そういうわけで、なかなかこういう会合には出席できないんですけど、今回ちょっと無理に行って来させていただきました。あとお客様とプラノミクス協議会とか、お客様とパーティーでのデモなんかに出演してます。これ私の10年前です。これプロだったの、協議会に出てたことですね。これ今こんな感じでお客様とデモンストレーションしてます。まあ、こういうところでは華やかなんですが、日常は結構地味で、毎日ひたすら教室に行ってレッスンします。プラグイン開発以前は2003年の9月に教室のサイトを立ち上げました。当時のサイトの特徴なんですが、オーナーの仕事仲間が日記形式のサイトを作ってて、そのようなサイトにしようということで話し合って立ち上げました。プロバイダーから付与されたスペースがディスク容量100メガで、R の使用を借りしたビッグローブというものなんですけど、で当時入り始めてたブログのソフトもブロッサムというのまだあるのか分かんないですけど利用しました。その後日本人作者のパールのやっぱりブログソフトのマイスケッチというふうに移行しました。その当時の日記以外は HTML を書いて FTP でアップしてました。どんな感じでプログラミングスキルを習得したかというと、まあ、その教室で行われるパーティーとか教育会の写真とか講習の動画を見せてくれよってオーナーに言われまして、分かったということで、最初は HTML を書いてFTP でアップしたんですよ。それがすごく面倒くさい、ものすごく面倒くさいんで、メディアファイルのアップだけで、あとはディレクトリー以下を検索して表示させるプログラムをパールで作成しました。このプログラムをギャラリーリンクって名付けて、この当時フリーソフトで配布してたんですが、今はやってません。その後ワードプレスに移行しました。2012年に写真や動画がサーバーアップして、
手狭になってレンタルサーバーになりました。 PHP が利用できるようになったのでギャラリーリンクというのを PHP に移植しました。その後 PHP は素晴らしくてパールなんかで全然使いやすかったので感動しました。本当感動しました。関数がやられるんで。であと2013年初頭にワードプロセスプレスをインストールして、またこれも素晴らしいものにございました。そのギャラリーインクで大体サーバーネットで探したんですが、当時用途にあるのが見つからなかったので、じゃあプラグインを移植してしまおうということで、まあ、ここからちょっと苦闘が始まりました。いろんなプラグインを作成したんですが、まずこの教室のお客さんは皆さん高齢者でして、ガラケーを使用されてるんですよ。でユーザーエージェントごとに、まあ、テーマやコンテンツを切り替えたいということで、ユーザーエージェントテーマスイッチャー、ユーザーエージェントコンテンツスイッチャーっていうのを作成しました。これユーザーエージェントテーマスイッチャーはアクティブインストールが100ぐらいで、コンテンツスイッチャーはアクティブインストールがプラス10です。はい、そうなんです。で今はちょっと傾向が変わってきまして、皆さんガラケーじゃなくてスマホになってきました。でスマホになってきて皆さん LINE を使われます、高齢者。ということで IFT のサービスで全部そのコンテンツを LINE でグループ作ってそこに流し込むことをやり始めたら、すごくその喜んでいただいたんですが、で本物のサイトの方のアクセスが激減しました。次、あと別のシステムのブログからも引っ越しをしたんで、投稿日時がうまく引っ越せなかったんですね。その通り、うまい引っ越し そのツールがなかったで、まあ、投稿日時を変更したいということで、ポストデートタイムチェンジっていうのを作成しました。でこのプラグインは結構ダウンロードされてて、ダウンロード数が29,000、アクティブインストールが4,000です。これ結構使えるんで、よかったら使ってください。次はブログ内の全画像見たいっていうお客様の要望がありまして、まあそれはギャラリーリンクっていうのを作成してるんですが、それも手入れるのが面倒くさくなって、別にのうちにインフィニティオールイメージズっていうのを作成しました。これに対してダウンロードしてないんですが、結構使えるんで使ってください。あとはオーナーの要望で連絡をキッカーで表示させたいというので、まあ、何か今日レッスンがありますよとか、急に中止になりましたっていうのをやるので、シンプルキッカーっていうのを作成しました。それもあんまり使われてません。あとオーナーの奥様が投資の動画を簡単に見たいと要望されまして、iPad のアプリ、iPad のアプリ、Podcast というのがあるんですけど、それで見れるようにしたいと思いまして、メディアのフィードが必要だったんで、ギャラリーリンクというのに対応しました。後にメディアライブラリーフィーダーって、今、メディアフィードというのを手伝っています。なんでこういうふうにするかというと、サイトで見るのは結構普通なんですよね、高齢者にとって。まず、だんだん何度も押さなきゃいけないので、高齢者で何もできない方はこう皆さんみたいに軽くスワイプするんじゃなくて、こう人差し指でペッペッとするんです。しかもうちのオーナーなんかネイルをしてるんで当たってうまくいかないんですよ。それでだんだん年になるけど硬くなってきて、やっぱりうまくタッチがうまくいかないので、とにかく最小限のタッチでいけるようにということで、アプリで見れるようにしました。ただ、今 iPad のポッドキャストもまた見づらくなってきまして、結局これも LINE で流し込むようにしてます、ギフトのサービスと。メディアのフィードからね。あとはメディアライブラリーに大容量の動画をアップしたりとか、まあ、そうでもなくなってきてたんですけど、まあ、マルチサイトとかにすると、まあ、アップ容量が制限されているので、
メディアプロジェクト研究を作成しました。これがすごく大ヒットしました。これはメディアアップローズディレクトリー下にあるメディアライブラリに登録されてないファイルを検索してメディアライブラリに登録するものです。これ結構人気プラグインになりました。で最初の評価はすごい広くて、本当にチェックボックスもなくて、ただ自分で実用のために作ったんですよ。だから最初はすごい評価で、フィードバックあんまりにもひどい、動かないただキーパーツはグッドはいい仕事続けないよって優しいことを言ってくださったんで、ちょっとやる気が出まして、チェックボックスで選択する機能をつけました。そしたら5つ星のレビューがつきました。すごく嬉しくなりまして、まあ調子に乗ってサポートフォーラムに一度要求があるとどんどん機能を追加してきました。そしたら今どんどん5つ星のレビューが増えて人気が出ました。これ今35万ダウンロードでアクティブインストールが2万です。それでどのような人がこのプラグインを使用しているのか調べたんです。レビューによくやったとか素晴らしいとかくださるんですが、まあ、ほとんど外国の方なんですが、このプラグインレビューくださった方のメールアドレスとかアカウントを調べてみると、大体ビジネスなんですね。しかもウェブサービスで何か作ってるのか、そういうところなんで、こっちは全然無趣味ですね。悲しいですね。これは、これは本当にお金が欲しいです。本当に、だってこっちは無趣味であって、ここは稼いでるんですからね。ということで、そうだ、京都行こう。去年ワードキャンプの京都の2017に出席し。実は2年前に北島さんよりちょっと協力してくださいって打診されてたんですけど、その際は都合が合わずにお断りしました。すいませんで、このワードキャンプ京都の2017で北島様とか何人かのことをお話ししてアドオンを販売しようと思って決意しました。アイデアなんですけど、だいたいサポートフォーラムでのやり取りからアイデアでした。あんまり自分のアイデアってないです。結構やってるといろいろこれやってくれ、あれやってくれって出てくるので、サポートフォーラムは大事にした方がいいと思います。まず登録時にカテゴリーを追加すると、これは友行辻元さんという日本の方からいただいたんですけど、珍しく。この時は実はお断りしました。その時はまだアドオン販売を決意する前だった。後でこういうのあったなと思い出して、このアイデアを利用させていただきました。あとは登録時にエキシフデータをメディアライブラリにキャプチャーにするんですけど、これはやっぱり外国人からで、エキシフを入れられないかということで、まあ皆さんもメディアライブラリにその画像を表示するような方は意外、メディアライブラリから画像を表示するようなサイトを使っている方は意外と自分のカメラの趣味の方が多くて、自分のエキシフデータも載せないって方が多いらしくて、でたまたまそのメディアライブラリにキャプションっていうのがあるので、これにエキジフのデータを載せたらどうかっていうことを言われました。これも実は追加しました。ただこれは最初無料、普通に調子に乗ってた時にパッと追加しちゃったんですけど、後からやっぱりちょっと金取りたいなって言って有料にしました。
だからごめんなさい、昔使ってた人は。あとはクローンにスケジュールされた感覚で自分で検索しておくスライド、これが一番すごいと思うんですけど、大体あの FTP でアップロードして検索して登録する場合でも、あとはあのメディアアップローダーに登録する場合でも大体手動でやってるんですけど、これは FTP でアップロード思いっきりアップロードしちゃえば時間感覚でそこを検索して登録するアイデアですね。これがやっぱり外国人の方からいただいて、こんなのどうかなっていうので、あ、そうかって。最初は WP クローンっていうのがあるの知らなくて、サーバーのクローンに合わせられるようにコマンドラインで動かせるような形で作って、それをやっぱりあの実装しちゃいました。あのただの時、ただっていうか公式ディレクトリーですけど、でもそれをやっぱりお金欲しいなと思って抜き去って今それにあと WP クローンでやるのも追加しています。もう本当に書き込んでいただいた方、感謝いたします。ありがとうございます。アドオンのライセンスは、GPL の 100% にしました。まあ、これはワードプレスが GPL なのでしょうがないと。まあ、コピーされて再販されてもしょうがないなと思う。そのぐらいの覚悟でやってます。あとは、その方が翻訳して、また再販していただくと、また世に広まって、いろいろ使う方が多くなるので、まあ、購入者は大体大元から購入したがるので、それの方がいいかなと思いました。今ちょっとあの翻訳していただいている方に、その翻訳してもいいからそっちで売らないかっていうことを打診しようかなっていくつか打診してますけど、返ってこないですね。いい話なんで。アドオン作成の苦労なんですが、他のプラグインがちょっと有効化チェックすることにかなりハマりました。このワードプレス の, あのドキュメントに is プラグインアクティブっていう関数があるんですが、これはなんかよくわけわかんなくて、結局ファンクションエキジストとクラスエキジスト、クラスがあるか関数があるかに決めました。この is プラグインアクティブ関数のことで2週間ぐらいハマりました。これ何らかよく分からないんですけど、何のために使っているかご存知の方いらしたら教えてください。あとアドオンの販売は、最初はその液字符のやつが500円で、カテゴリーに追加するやつですね、あとあのクロンで統括追加するやつが2000円にしました。最初の日本のベースと外国 の, あのガムロードっていうのが販売を始めました。始めたんですが、1ヶ月全く売れませんでした。なんでだろう、考えました。まあ、お客様はやっぱり買う、自分でもそうなんですが、買う気になって購入ボタンを押した時に別サイトに移動させると、やっぱり購買意欲をそがれるんじゃないかなと思いまして、で、次サイトにあの、EC、e コマースを導入することを決意しました。最初は EC デジタルダウンロードというのを導入しました。これ使い方すごく簡単でいいです。でペイパル決済にしました。すぐに結構売れ始めたんですが、ちょっと欲が出ました。その当時なんかちょっといろいろネットで喋ってたら、それ安すぎるよもっと高くした方がいいんじゃないですかって言われて、よし、じゃあ値上げしようと思って2000円、倍の金額です2500円で5000円で1万円に値上げしました。またもう全く売れなくなりました。やっぱり高すぎるんじゃないかなと思って、まあ、ネットで適正価格を調べました。そしたらあの大体あの追加のアドオンのプラグインは50ドルぐらいは大体海外で適正みたいなので、結局その2000円と4000円と6000円の2つに値下げしました。あとは自動アップグレードっていうのに倒しました。ここに書いてある
GitHub のポッドキャストを使いまして自動アップグレードにしました。そしたら客足戻りました。あとはその e コマースシステムをそれ変更しました。 e コマースに変更しました。なぜかっていうとやっぱり決済方法は複数あった方が有利なんではないかなと思いまして、ストライプ決済を導入しました。導入したんですが、まだストライプでの決済は3人だけです。しかも日本人は2人で、あと外人1人なんですけど、あとほとんど外人、みんな e コマースペイパルでやってます。ほとんどなんかペイパルが主流みたいですね今は。で、まあ、EC 構築で気を使ったこと、とにかく入力エリアを最小限にしました。このフィルターを使って、氏名とメールアドレスだけにするようにしました。カスタマイズチェックアップフィールドユージングアクションのフィルターを作って、コマースのドキュメントにあるのを参考にして作りました。この難しいフィルターじゃなくて、住所とかポスタルコードとかをアンセットしてるだけなんで簡単に使えます。適用前だとものすごくその名前とか住所とか入力項目が増えるんですが、今は右側が氏名と E メールアドレスだけにしました。あと最近 GDPR っていうのができたので、ここにもう一つチェックボックスがつきます。翻訳についてこれが一番重要で、アドオンの販売に元のプラグインのメディアフォーメッティの多国化が不可欠だと思いまして、不可欠ですね。最初はその日本のホームランに、自分の英語が自信がないんで誰か英語に訳してくれる人いないかっていうことをそのホームランにアップしたら、そしたらヒナロエさんとかだからブロッドプレスっていうのを教えていただきました。その当時知らなくて、その頃から多分ブロッドプレス出てきたと思うんですが、それを利用してすぐドイツ語の翻訳者が現れてくれまして、それ以後はそのメディアフロム FTP に良いレビューをくれた方にスラックでダイレクトメッセージを送って翻訳を促しました。これダイレクトメッセージ気軽に受けてくれる方と何度も言ってなんか怒られる方がいるんで気をつけてください。結構ドイツはフランクで、ドイツとかフランスはフランクなんですけど、スペインの人は結構難しかったんです、私の場合。で今現在7カ国を対応です。日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語です。であとはスペシャルサイトを立ち上げて、7カ国語に対策をして、こっちはちゃんとした翻訳を書こうと思いまして、有料サービスに言語をつけて用意しました。これでそんなにかからなかったです。2万5、6000円ぐらいで行きました。あとはやっぱりプラグインを翻訳してもらっていろいろダウンロードが多くなったので、じゃあ他のプラグインの代理の翻訳をブロッドプレスで行うようになりました。今回コントリビューターで明日あるんですが、やはり明日翻訳をやりたいと思います。で今以下のプラグインの翻訳契約継続中です。メディアライブラリーカテゴリーです。これは私のプラグインのアドオンがこのメディアライブラリーカテゴリーに準拠してカテゴリーを追加するのでこれを翻訳しました。でこの人にオランダ人なんですが、私のプラグインちょっと訳してくれないかって言ったら分かったって言ったんですけど、 2,3 訳して面倒くさくなったらしくてもう梨のつぶてになってしまいました。あと WP クロントロール、これすごい有名な
プラグインで、私のプラグインのクローン自動追加を使うのアドオンを使うんで、これを去年の京都で京都のコントリビューターで訳しました。サーバー IP& メモリーディスプレイっていうのがあるんですけど、これスペインの方のやつで、私にメディアフロムにレビューをくれた方なんですけど、くれた方が会社かどうかわかんないんですけど、やっぱり翻訳していただいたのでお返しとして、翻訳しました。あとログインで、これもなんかドイツの方で、私のプラグインをドイツ語に翻訳してくれたんで、スラックでやっぱり問い合わせに行くか来て、これやってくれないかって言われたんで、翻訳しました。あとこのエゴサーチ、まあ、変な言葉ですけど、これすごく重要で、IF とを使ってツイッターで検索ワードをヒットすると LINE に通知が来ました。これすごく便利で皆さんも使うといいと思うんですけど、プラグインが一度セキュリティの問題で2日間ほどクローズしたときにすごく役立ちました。セキュリティの問題すぐ解決したんですけど、したんですが、他のそのサニタイズが全然できてないって言われまして、プラグインチームで、それでそれやるまでクローズするよって言われまして、クローズしました。でその間にひたすらその火消しのツイートと、もうすぐ出るよって言うんですね。いきなりツイッターで、もうメディアフロム FTP は危険だから使わなくていうツイートがいっぱいダーって出てきたんで、それに片っ端から火消しのツイートとコメントとリツイートを投げて、まあ、おかしになるのを防ぎました。今後の展開として、収入を安定するために売り切りではなくて、定期支払い、サブスクリプションってやつですか、定期支払いが必要だなと思ってます。海外のプラグインもなんか、やはり今、だんだんその方向に向いているらしくて、それは必要かなと思ってます。あと定期支払いでも、購入したくなる魅力的な商品にするにはどうすればいいのかなっていうのを考えてるんですけど、まあ、後で教えてください。あと、アドオンは、まあ、売り切りにしてて、あとは定額の年間定期支払いで、まあ、会員料金みたいなサポートコラボに作ろうかなと思っております。この最後に、プラグインの開発のアイデアはいろんなところに転がってますので、性は発明なのかも。完全なものを作らなくても、とりあえず公式ディレクトリーに上げてみるといいと思います。海外なんかだと結構いい加減なサニタイズがいい加減なプラグイン、私もそうなんですけど、どんどん上がってて、それでも結構使われてるんですよ。とりあえず上げてみると、サポートフォーラムで何かあって、何かまずければプラグインチームから止めるぞっていうのが私が来ますんで、まあ、とりあえずその私みたいにほとんどアイデアサポートフォーラムにもらってます。そうサポートフォーラムに育ててもらえるようなことがあるかもしれません。あとはプラグインのアドオン販売はこれから翻訳によっては世界中が顧客になる可能性があるので、やり方次第で貴重な収入源になるようと思います。以上が発表です。川藤さん、ありがとうございました。質疑応答の時間に入りたいと思いますが、何かご質問のある方いらっしゃいますか？もともとその EP デジタルダウンロードを使って、アメリカで決済されてたと。で、いろんな決済入れようと思って、ウコマースにしたと。実際、ウコマースにした後と前やと、結構売上結構変わってきたりとかされた。あまり変わらないというか、EC デジタルダウンロード時代に、値上げしたんで、いきなりなくなって、その値上げ期間にアクセスがないときに引っ越しをしたんで、そんな感じですね。
意外とその天から降ってくるような感じで定期的な売り上げみたいなのはあんまり期待してないんですけど、はい、他の質問ある方いらっしゃいますか。いらっしゃらないようですので、はい、こちらでセッション終了したいと思います。もう一度神森さんに大きな拍手をお願いいたします。それでは、今からお昼休憩に入ります。で、お昼休憩は13時40分までとなっております。で、7階と8階ですね、お食事禁止エリアとなっておりますので、それ以外の場所でしたら、飲食、構いませんのでそちらご注意ください。で、まあランチ情報とかも、ワードキャンプのブログの方に、載っておりますので、そちらの方もチェックして、この近辺も結構おいしいお店あると思うのでそちらも、チェックしてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。